さあ、1月28日ドスリーサード東西戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パフーパフーどんどんどんパフーパフーどんどんどん。さあ本日何でだ、12対12になったのか。そうですね、24人 いっぱい増えた、よかった。さあそして 1P 側先方ムルムルさんで、 2P 側 D5 さんですね。 D5 さんもしかするとお初にお目にかかりましたかもしれない。 D5 さんワンチャン来たことある、初めてかな、何回か出ていただいてる気もするんですけど、名前は変えられてるかもしれないですね。なるほど、そっか。じゃあ D5 さんこれは1ラウンド目優勢で、おここで飛びが通って1ラウンド先取。さあでもこれキャラ差が結構ありそうなんでね、ムルムルさんこれは先方としてはなかなか辛いカードになっているのか。お、さあこの画面端の連れてかれただけでもこれは非常に辛い。そしてスタッチがもう真っ赤か。お、さあここからいけるか。さあ膝からのレイドはなかなか難しかったか。ある、うわ、さあ慎重に D5 さんゆっくりゆっくり様子見て、さあこれでマレットが当たって D5 さんの勝利。ちょっと迷いましたけど、これなんか読み合うのかな、なんかブレイブだったりあるんですかね。ブレイブヒーリングか、ワンチャンヒーリングか、ブレイブかヒーリングの二択なんでしょうけど。さあここは先輩としてタルバインさんしっかり同キャラ戦を、おお、さあこういうのですね。お、お互いこれはどうなるかわからない。あのタッチショーキック強いですよね。そうですね、対空のさっき今めくりを落としましたけど、あ、なんか結構正面でもダッドリー戦なんかでも機能してる感じがするんですけど、じゃこれは打ち切って、これは確定、さすがにだった、確定、これは確定でしたね。さあ D5 さんここは1ラウンドしっかり取ってて、開幕投げが通ったが投げ返されて、壊しリン、なんだっけ、スピンサイズ下段のやつですか。そうあれ結構強いのかな、いきなりやられると。エルナはどうなんですかね、 SA 以外では反撃は痛いのはなさそうな感じがしますけど、ね、ありですね。ただ違うことをやろうとして出てる可能性もあるんで何とも言えないですよね。あ、ブロックでこれは死にますね。さあこれはしっかり D5 さんが、さあ続きまして、さあこれはまたちょっと辛い順番、バルニャンさんがエレナに対して、このレミーというちょっと大変かもしれないけど頑張ってほしい。うわ、だけどこれは分かんない、あるよ、体力大幅リード。おー、しっかりためを失っていなかった。そして受ける勇気、ソニックで、さあだからゲージが空になって溜まるまでそんなに強気にはいけないか。その心の隙間を縫って D5 さんが前に行ければと思いつつも、 D5 さん結構慎重ですね。そうですね、さあ投げが通って、うっ、さあこういう泥試合結構やっぱ体力が少ないレミにとっては嫌な感じだが、ここは大石うまい具合に入ってゲージも溜まってる。おっ、さあまあ勝ちにはなっていたのか、たまたまガードされた。
うわ、うまいですね。あ、もつれたところにもしっかりブラッド入ってて、さあお互い圏内か。ダッシュ投げが減る、ダッシュ投げが思ったよりも減って、バルニャンさん勝利。続きましてビク、海外勢の、はい、ビクター、ビクターさん来ました。海外勢なんかクーペに向けてくる人と、はい、クーペが終わってからいきなり海外勢が増えるという。そうですね、終わってから来てる人も結構ちらほらね。なんかその世界的にはなんかあの時期って休みあるのかな、なんか別にたまたま、いや、あるんじゃないですかね。あまりにもなんか固まりすぎてるっていうかさ、いっぱい海外勢がこの時期いたりいなかったり。でもね、ビクターさん結構強いんですよ。うまい。お、さっきちょろっとやったけど勝ったり負けたりだった。これ画面端で押されて苦しい。そしてビリビリが入って追い打ちはできないけど、この画面端、いやー裏当て、しっかりビリビリからのビリ。続きましてクソリュウさんお願いします。誰をリスペクトしているのか。さあこれはクソリュウさん、ニントさんをリスペクトしている可能性があります。なるほど。クソリュウさんのユリアンどうなんだ今日は。あれユリアンって使ったことあるっけ、クソリュウさん。誰ですか。あクソリュウさん、クソリュウさん、あ何回かあると思う、ね、何回かあるから、うん。まあ、お爆戦を空中判定のところに当たった。さあここは画面端追いかけて、あそっか、バナオさんか。バナオさんもユリアン使うときは水色だったっけ。バナオさんこの色でしたっけ。そうだこの色だった。ニートさんじゃなかった、バナオさん。あくまでバナオさんリスペクトでしたね。じゃあこっから画面端にうまく固められればこれはこのランでいけるが、ワードしてもう半径入んないのかな。あれビリビリガードした後って別に何もないんだっけ。赤風呂ユリアンは入んないんじゃないですか。ないよね。密着付近の時はイエクタック、それ以外は入らないということです。ヘブンさん情報ですね。不密着で EX タックルのみ。じゃあ今赤風呂してもなんもないのかな。ないはずですよね。赤風呂すればなんかありそうだけどね。うお、密着で3段目赤風呂フィジー、それが最大か。フィジーがだけどこれは遠いと特に何もなしと。これはガード、これですね。何もない、何もないですね。さあこの画面端に追い込まれた時のこのプレッシャーがやばい。おー切り返す、ゲージはある、ワンチャンあると。クリさんだけどあえてこのラウンドは剣に回るか。手が長い、お互いマックス状態でファイナルラウンド。さあどうなるからの痛い。もうここはとりあえず OK かみたいな。まだこの画面端継続だが切り返していく、どうなる、あるか、インデックスカバー。うわ、最初は冷静ですね、ビクターですね。守りが硬い。お、すげえ、バチ中間。お、これはギリギリ間に合った。さあとりあえず上張り、あ、トクラさんお疲れ様です。トクラさんエントリーちゃんとされてるんで大丈夫ですよ。トクラさんが登場しました。さあ接戦になっております。かなりいい勝負だぞこれは。トクラさんアスタロ熱い。これは間に合わなかった。冷静な反撃、あれは確定でしたね。確定でしょうね。うまい。柴田さんがワンピーガン登場、はい、ですね。ワンピーガン同キャラ
さあ、これ、時報対5人目ということで、これはビクター、強いぞ。早かっただね。早かった系だね。でも、しょうがない。お、差し返していく。さあ、柴田さんの SA は、これは、超電磁。エレクじゃなくて、超電磁。はい。そして、対するビクターさんはそのまま、エレクトリックメイクを選択。これは、柴田さんどこで見せるのか。さあ、ここでゲージが空になった。さあ、ここから、どういう活路があるのか。さあ、投げられて、ダメージ始め。もう一回、2台。ちょっと遅らして、肘からのビリビリ。これは、ゲージの溜まり方が半端じゃなかったな、今。ぐる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 投げて、もう一回からの、さあ、これなんかあれですね、どっちがどっちだか分かんなくなっちゃうんですね。空中でもつれた後とか色が似てる、色もちょっと似てるんですよ。青紫が柴田さんね。そうそうそう。あ、こっちの色はビクターさん。ビクター強い。強い。似てる。さあ、続いて登場がウィンスタン。これはどうなんだろう。キャラ差的にはないのかな、あんまり。アレクどうですかね。アレク有利もしくはネクロ。でも肘がいっぱい入るんだよな。5分ぐらいか。3、4、5。あ、4回入った。さあ、最大狙っていきます、ビクター。そして運動確認で、これはちょっと早かった系かもしれない。マジでドリルが当たって非常に素晴らしい。さあ、まさかの26が出るかどうか。あれ、全部のつなぎがビタ押しなんでしたっけ、あれって。ユーヨは、あ、どうなんですか。ユリアンはビタ押しらしいんですけど、キャラによるのか。キャラによって違う可能性はありますよね。そっか。さあ、でもこの2ラウンド目はどう。さあ、ボコボコにしてます。精度は高い。2、3発だけど、何回も食らうとやっぱり体力がなく。おお、ここは出し投げ通って、やっぱちょっと画面端で肘が当たるとあれだね、ヒヤッとするね。さあ、とりあえずビリビリで切り返してって、おお、なんとビタヤでビタ情報入りました。どのキャラもビタかもしれないという。どのキャラもビタ、はい、もしかすると。うわ、ここは出なかった。あの PC からの入力ちょっと難しいですよね。うん、だがこの体力リードしっかりキープして、上を見つつ、おお、肘が入ってって、いやー、ビクターやるね。大活躍。ニートさん、お願いします。さあ、ニートさん、これは止めてほしい。そろそろ、はい、そろそろここら辺で止めてもらわないと。止めておかないと、これやばいよ。やばいです。いくらラオウさんとトクラさんがいるとはいえ、かなり辛いよ。さあ、だが、さあ、ダメ端のこのプレッシャー、勢い止まりませんね。肘を狙っていくスタイル、隙あらば。お、とりあえず発動してて、こっから、おお、しっかりガード。さあ、非常に
ね、ちょっとやりづらそうですね、ニートさん。強いぞという声が周囲から上がっております、はい、このピッチャー。東西線たまには、おお、最大、うまい、一気に見える。これはうまいな。完全に早かったね、これね。さあ、もうニート行くっきゃないぞ。何が取って。足タックルからのタックル固めて、さあこの画面端で一気に殺しとい、ニート、わっ、さあどうなる、なんとか投げを一回通したいけども、うわーこれは読んでる着地に手前、絶対手前だろっていう感じでした。マジかよ、マジで。え、じゃあジャロさんお願い、リーダー、じゃあまあいいや、リーダーってさ、じゃんけんしてくんない、森ニーとね、ヒューゴくんをね、取り松田っちさん、どっかいる。さあ、ジャロさん、そろそろ、あ、じゃあいい、俺が代わりにやるわ。最初はグー、じゃんけん来い。どっちでもいいよ。森兄、じゃあ森兄がどっち入んだ、鳥さんチーム、ここら辺、ここに入れとこう、森兄で、ヒューゴくんをじゃあジャロさんの次ぐらい、わかんない、もうすぐヒューゴくんじゃん、オッケー。じゃあここで森兄とヒューゴくんが入りました。さあ、行ってる間にこれジャロさん一段に取って、さすがにここまでか。あ、これはうまい、当たった。おー、ムニヤンまで暴れてって、しっかりガードしているが、まだまだこれはジャロさんのターン。おお、これで抜けるのだけど、まだ押されて、そしてゲージも溜まって、いやー辛いですね。あー投げ、いやー強かった。ビクターさん、ありがとう、お疲れ。続きまして、おお、お疲れ。続いて登場がメガネスキーさん、はい、いやーでもこれメガネスキーさんまだ3人目、はい、3人目ですが、相手はオロ、あの元気もね、オロは残すなと、残すなって切れてますね、うん、本当にやりたくない感じですね、多分アレフ的には。さあここは、おお、めくりになってんのかよ、あれ裏に回ってたぞ。さあこっからどんなネタがあんのか。さあ一度っと、これは削りでも当たってもいいみたいな感じで、のぼり人事、なかなかチャンスを作るのが難しそうですよね、ハレフは、うん、ですね。やっぱりこう殴り合いでなんとかしていきたいところなんですけど、オロと殴り合うってことは大変なことですねお互い近距離戦が得意は得意なんだけど、うん、オロの方がもっと得意だったみたいな、そんな感じですか。一番殴り合いたくないですよね、オロ。さあここはしっかり守りすぎても絶対ダメだし、行きすぎてもダメだという、この絶妙な、うお、どうやってこの体力差を守りつつしっかりとがめていくか。さあ弾を発動して前に押す。さあこれは、おお、うまい、踏んだぞ、だけど中盤こすりで、さあわかんない、まだわかんねえ、ちょっとした気の緩みが、おお、危なかった。さあお互いゲージがほぼ空で、まだまだここでが中盤くらっても死なない、こういう時行きたいところだけど、もうそろそろダメになってくる。だからまだワンチャン、強気にいっていいのかな。
お、走ってきた。お、痛い。いやー、スタンチがやばい。これはまだ終わんない。あー、あの投げのスタンチが半端じゃなかった。いやー、続きまして、さあこっからジャロさんの無双が始まってしまうのか。4人目登場が麻婆豆腐さん。ここはこの勢いを止められれば相当ワンピーチーム辛いけど、まあでもジャロさん強いんだよな。さあ飛びが通った、できる。かかとは当たんないけど、うわー、ピヨった。スタンチだけ。さあまあとりあえず、いやー、大系のスタンチであれ誰だな、電話しないとな。まずいぞあの大系は。さあゲージ持った、おっ、これは大系の疲れに陣内が入ったが、ここは暴れて切り返して、おお。さあここはどうする。結構麻婆豆腐さん頑張ってほしい。さあここはあれどうなんだ、台形ぐらいしかないのかな。中和信頼、中和信頼いけるか。あー、お、うまい、なんとか抜け出して、お、運がいい、ニチリンが。お、ダッシュ。お、コア陣内。さあ、いいですよ。あ、でも、あれ、麻婆豆腐、なんか、提供ありましたね。そういえば、忘れてた。そうだ。本日の東大戦の提供は、丸美屋の提供でお送りしております。職人割り忘れてた。よろしく。さあ、ここで、影響入ったよ。麻婆豆腐さん、ここからが麻婆豆腐さんのターンになるか。うわー、置きがうまい。ここは幅を発動してって、うまい具合に画面が入れ替わったが、体力リード奪われたぞ。こっからいけるか、麻婆豆腐さん。さあヒリヒリしてきた。あー、手前打ちをしっかり投げて、さあ逃げらんない。あのジャンプショーパン強えな。ヘブンさんお願いします。さあなんと、あ、今日はドバイ勢見てますね。ドバイ勢が配信を見ております。ハロー、エイマン、ハロー。ではヘブン、そろそろザロさんを、てか俺がね、オロと当たりたくねえんだよな。オロが、オロを残すなと。オロはね、本当に怖いからね。だからね、なるべくチームメイトを倒してほしいね。お、来た。これやる、食うぐらいラッキーですね。運がいい。なるほど、ここはジャロさんの SA が石で、さあこれは玉はめなしでいくのか。さあガリ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 削られて、痛い、結構なくなったね、タルト。さあ、ヘブン、こっからどう巻き返すか。うわ、ダッシュダッシュ。さあ、ここは、ギャロさんの動きが生き生きして、
このラウンドはとりあえずまあいいだろうと。さあ開幕、さあ強気のタックルだったがジャンプでかわされた。これはプロからの中パン、ちょうど切れたところに飛びから刺さって、これは痛い。繋がってる。そしてうわっ、タックル、暴れるが、さあこの体力差、これはきつい。ここから赤ヘブン、さあとりあえず縦を1枚張って画面端を5枚、さあ肘当たった、おいしい。そしてもう1枚ボッタチからの、いやー守りしっかりしてる。さあ分かんないと思いきや中盤が当たった、中盤が当たった。キラキーさんお願いします。キラキーさんお願いします。ジャロさんの活躍によって人数が詰まってきましたね、はい、やはりジャロさんレベルになってくるとそう簡単にはいかないですね、はい、前半戦の人たちだったらちょっとかなり厳しい。だがここに来て登場キラキーちゃん、キャラ替えしてからどうなんですかね、動き的にはやっぱいろいろ教わってるみたいで、あなんか森にもキラキー君になんか教えてあげたりとかしたんですか。いや僕はそんな教えるようなことは、あそうなんですか。結構ねみんな先輩方にいろいろ揉まれているみたいで、最近は剣がお気に入りと。そうそう、さあでもすごいすごい顔してる。まあまあね、最初のうちはね、確かに今の現段階ではまあエレナの方が勝てるかもしれないけど、うん、まあまあね、いろいろ触ってみるのもいいんじゃないですか。お、まあでもキャラ替えしたばっかりでこのオロ戦っていうの結構難しそうな感じはしますけど、なんかちょっと違うような特殊なやり方をなんかや、お、やる。どうなる。ジャロさんはあわよくばゲージをオンに、まあ、あんまり使いたくない。あと一つなんか入れば発動するかもしれないけど、まだここの段階では死んでもいい勝ってもいいみたいな。おお、落ち着いてます。さあこっからですよね、走って投げて石を発動。さあ削れます、削れます。どんだけ削れんだこれ。あー痛い。さあ4割ぐらい減ったぞ。お、距離によってはあれか、逃げ切れる時もあれば追い打ちが減っちゃう時も。お、さあこっからしっかりガードして、さあここリープリープ。さあちょっと面倒くさそう。お、投げからの、おお走ってきたところに、あっ主任近い。あーもう一回走ってきた、走ってきたよ。あ、続いて登場が森に。さあ森にここでユラキー君の後の剣、先輩として店長として何か伝えるものがここであるかもしれない。ほら、おお下風呂からの石をディレイで発動してって押していく、削れて削れて、お、なるほど、ワンチャン昇竜暴れもありなんですね、あそこは。まあやることないからな。さあなんとか画面端を抜けたものの、2回投げられ、おお
うまい。ジャロさんの中足の打ち方が、おお、マジで日輪の手の先に昇竜拳を当てる。そういうことしないとダメなんだ。さあ投げが入って、ここでは発動してない。さあ陣内入ったよ。さあここは表からブローラレ確認なのか。これはさあ投げてリバーサーでふみふみ、そして発動、お、うまい。あ、まあここはかなり安く済んだんじゃないか。発動されて、さすが店長。ゲージ状況的にもこれは森に、おお、引っかかった。開幕竜巻。さあだがここはジャルさんも全然負けじとブロからの投げとかで、おお、上を見てます。さあちょっとここは埋めらんなかったが、お、さあこれはもう森にがこれ怒ってんのかな。いやでも狙ってんのかな、わかんない。さあこれはどうなる、死ぬ、生きてる、残った。さあ一発かかと一発から、さあここでさあじゃんけん、あーなんかなんかそこ、いやもちろんやったんですけど。さあ松田っちょさんから修行が足りんという怒られました。はい、オロは起き上がるタイミングちょっと早いかなっつって、さすがさすが剣使い。さあこれジャロさん止まんね。さあ本日リーダー鳥さん、ここでようやく五分になった。おうまい。でんおわ、しっかりしてます。コンボが高い。コンボが完璧。コンボがいいね。両方ともコンボが高い。うわー、中盤。これはさすがにフォローしきれなかった。さあどうなる。うお、これはうまいぞ。かけ、そっか、あれ間に合うんだ、ダッキング、ね、やる鳥さん、ね、素晴らしい素晴らしい。フューゴー君お願い。若干 SA を迷った感があるけど決まってたのか、フォークで。さあフューゴー君、うわどうなる。お、さあ全部ヒューゴークの攻撃が当たってて、ちょっとヒヤッとしたけど、スピードを知ってからのどうなる。さあちょっとこのラウンド噛み合ってない、噛み合わないままスタンして、やばい。よいしょ、これはワンブロギガス、アトミカリゲージを消費させた上に、マジかよ。さあこれはちょっとおこなのか鳥さん。さあこの画面端、うわ、うまい、うまいですね。うわ、シュートアバレ、やばい。さあからじゃん、コワコワからの、さあどうする、あと一つ、うー、さあいいか、いい声で泣きますね。リーダー鳥さんと絶叫、いい声で泣き、スタートボタンを押してくれなかったんですよ、お前すみません。さあそしてスタートボタンを押しました、おやすみ、ついに押しました。はい、押した、やっと来たよ。亀戸菜園で、はい、チャーハンを食べてきた YSB、 今日の YSB は、はい、山盛りのチャーハンを山盛りの頬張ってこの東西線へ向かっております。山の神が
山盛りのチャーハンを山ほど食ってきたということですね。そうです、あの山盛りのチャーハンが生きるのか、はい、あっと生きない、生きない、あれモンスターモモンダー砂川 USB モンスターか、ここでバレていたが当たってボリーめくり、どうなんのミートから、ミートからミート、ミートくんからのミートくん、バラバラになったカルを集めて、あったね、あのなんかバラバラになって、集まったバラバラの体、あの時間制限あったよね、なんかね、そうだ、あ、懐かしいな。さあ悪魔超人たちには負けていられないと、この YSB シュートバックブリーカー当てて、うわ非常に暖かい夜です、富永さん、何かが起こりそうなそんな雰囲気ですが、そんな雰囲気の中バールからハンマーの運転、もう雰囲気が違う YSB、 雰囲気じゃなくて雰囲気なんでね、雰囲気ですね、はい、まあここで一段落ということで、はい、お、浜本これもガードされております、これはガードだね、そしてパール、お、ラリアット、まさかモンラリアット、悪魔超人編になっちゃいましたね、東西戦。さあ YSB どうする、この第3ラウンド、ヒューゴー君同キャラを使って月と月のぶつかり合い、まあ、星と星、惑星と惑星のぶつかり合いが今ここで、あ、中盤ブロッキングの試合だ、シュートバックミリカー、マジプロレスだこれ、下でのパーム思い切りました、富永さん、ボリーがあった、これはピガスミリカー、これまだ知らない、まだですね、まだ残ります、こっからあるのか、山盛りのあるか、じゃあなかったあれ終わり、富永さん終わり、読者終わり、あれ、はい、撤収早かったな、徳ちゃんな、もういなくなっちゃった、続いて登場が339ことミミックさん、いやーこれやっぱり待っていたのにもかかわらず、もうちょっと聞きたかったね、久しぶりに OSB 実況が、ね、あ、ごめん、さあここでしっかり、お、レンレン、あーうまい、そうなんだよそれね、一点読みで前風呂してくる人いるから、お、これは死んだ、あ、死なない、死なねえのかあれ、さすがヒューゴー、おー、ダッシュバックジャンプ中継、いやーいいですね、うわね、あのね、ジャンプダイパンツ、お、ちょっとここは届かなかった、もしくは唐草は一体今何で出したんだろう、やばい、ここからう、このヒューゴー君の振る技が全部噛み合ってる、お、ここは確定があって、でここは飛びから、さあ今のは勝負手だった、唐草が通れば絶対勝ってた、惜しかった、さあファイナルラウンド、さあゆっくり、よし、おお、お、さあ気がついたら画面端に追い込まれてる、なんとかここを切り抜けていきたいが、あーこれはボタン押しちゃった、デンからのデン、リーバーさん何出た今、さあこっからデンデン、うわービンタが当たって、中国強え、というか民兵、これはお、タミヘイさん来ました、いやーなんかタミヘイさんと同じチームだったんだ俺ね、よかった、さっきボコボコにされたからな、さあタミヘイさん頑張ってほしいが、ヒューゴくんにボコボコにされてる、これなんかあれ普通複雑ですね、同じチームなんですけど、はい、なんか谷平さんがボコボコにされてるとなんかちょっと楽しいんですよね
これはなんかちょっと複雑な、まあ、オロっていうのはそういうところがあるんじゃないですか。あ、そうですね、オロを使うということはそういうリスクを背負うということです。あ、なるほど、そっか、しょうがないんだね。亀平さんはある意味では今日は勝ってもいいし負けてもいいよ。さあゲージがここで溜まってもう中盤食らえないのか。だがここはヒューゴ君しっかり地上で差し合っていく。ビンタを振りつつ前に歩く、前に詰めてくるこの壁。さあ反対に投げて球を発動、ここからはめれるか。ちょっとここはコンボミスった。今も結構隙がなくて、カドあるか。ヒューゴ君ここから逆転の、おお、これはしょうがないね。さあ、タミヘイさん、ここで終わってしまうのか、タミヘイさん。でもこれあれか、そしたら俺とマッスしかいなくなるから、やばいな。タミヘイさん、ちょっと勝ってくれ。もうちょっと削ってくれ。おわ。あー、ここはちょっとタイミング合わなかった。なんかでもヒューゴのなんかもつれたところって下段無敵はあるんですけど、あれ投げ無敵はないんですよね。下段のみじゃないですか。下段のみですよね。なんかそうだよね、投げが今多分タイミングちょっとあれだったんだな。うわー、上振り向き、やばいやばい、怖い怖い怖いよ。うわー、怖い。これは行った？まだか。おー、落ち着いてる。そう、落ち着いてますね、コロさん。さあ、続いて登場バッカスさん。バッカスさんは結構長いこと東京の方で遠征いますね。確か九州だったっけ。そうだよね、そうだよね、九州最強ネクロ。九州最強ネクロ、はい。さあ、ここはタミヘイさん、おなんとかこの最強のネクロ。さあ、いい勝負だぞ。さあ、今ちょっと球出なかっただけど中盤の、あ、怖い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 、おオロの技が強すぎて結構あれですね、何でもありって感じですね。さあ、こっから神平さんがもう中盤しか狙っていない。さあ、後ろに逃げて相手を温まらしていきます。最強ですね、二段ジャンプ。さあ、ここはしっかりゲージを溜めながらと思いきや、ここで中間が緊中間になって謎連携。そしてこの、うわー、何これ、これ何これ、これ遠征者に対して失礼ですね、これね。天狗、さあ、なんと神平さん天狗にチェンジして、おー、さあ浦島さん、ここは同じ九州の血が流れてる人間としてこれ敵討ちたいですね。これはただ浦島対神平、これってどうなるのか全く分かんない。おー、いった。いやらしい発動の仕方だ。そう、マス今ね、ここまで来た、あと3人対3人、もうちょっと、おお、いや、今リバサって出てたからワンチャン埋まっちゃったかもしれない。
うわ、ここはしっかり逃げをとがめていくが、画面端に追い込まれた。紙兵のゲージがそろそろ溜まって、うわ、この中間うまい、マジか。うっ、これは中盤食らって、ここの置き攻めはちょっと様子を見た。さあここはタミヘイさん発動するかしないかでちょっと迷ってんのか、難しいところ。ここはあー、これは汚い花火上がりましたね。まあでもそれで当たれば勝ちだったか。うわ、うっ、さあこっから剣のゲージが溜まって、おっ、おお、赤風呂できる。さあ捕まえて発動。さあここはなんとか浦島さんしのぎた。ここから浦島のターンになるか。ターミヘイのゲージがない、だが飛びが通って、でんでん、トンクラさんお願いします。さあここで、さあトンクラさん副将で登場。さあ俺は伸びしろがあると、マツダッチョお前はその程度だが俺にはまだ伸びしろがあると言っておりました、そういう風に言っておりました。あ、よく言われるんだよく言われる、よく言われるわ、最近会うたびに言われる、最近会うたびに言われるわ、きついだ、なんか逆に頭おかしいんですけど。うわー、これはこれは完走すれば、これは言ってしまうか、言ったか。さあここでもう勝負決めに行った。まあゲージを使っても1ラウンド取るのは大事ですね。さあ谷平さん走っていく、ここは中大トップからの今のもナイスガードじゃないですか。そうですね、なんか分かりプレー、完璧なセットプレー、非常に見にくかったんですけど、あれ絵的にはなんか裏打ちな感じですよね、うん、でも表打ちからの表打ち。さあ谷平さんのガードが俺はすごいぞ、うまい、うますぎる。だが今の距離はギリギリ届かなかった。中パンチ前ブロックからの発動、これはクックは取れず、さあ苦しいぞ。可能性の可能性の獣、可能性の獣、一生サードをやり続けてる徳田さん。さあ出てきました、ワンピーガー対さあ大将のラオチュンリー、大将まで来ちゃいましたね。さあラオさん後がない、タミヘイさんとラオさんに課せられた人数はあと3人です。はい、タミヘイさんと富永さんとマッソを倒せば優勝ですが、さあここは中間入って、さあ EX ミキリンからの今のはあえてはめに行かなかった感じですかね、それともですか、ね、あ、橋だからやめたんだ。うーん、おさあここはこういう線、あそこの距離無理なんだ、なるほど。さあ逆転したラオチュンリーが今度は受ける形、あれ無理、えあ、そうなの、はめればいいんじゃない、中盤当てれば勝てる多分、前風呂、前風呂中盤で勝てるから。うわ、動きがうめえ。でもやっぱラオさんのこのおろせん、やっぱり踏んできた場数が違うが、ニュートラ投げはできん、あこれは痛恨の、ちょっと発動のタイミングにミスがあったのかもしれないですね。さあふざけんなと怒っていますが、どっちがふざけんなって話ですね。うわーこれは辛い。さあいやでもよかった、タミヘイさんよかった。
ラオウ対富永。さあ、目押しがミスが出たら。さあ、画面端をキープしているのは富永。剣。しかし、ここで強しい包囲伏線を使って。さあ、置き攻め。大パン、大パン。そして上、潰したジャンプコパン。さあ、ラオウ大将。強い。唐草が入って。ダメ足、唐草2回連続入ってしまうと、チェンリーは一発スタン。さあ、これは読んでいたか。画面端、さあ、EX テストで押して、壊し壊し、しかし元気くれ。 EX おろし、さあ、奥クラスでダッシュ投げ、そしてガラクサ。富永が大将ラオウを下す。では続きまして、勝ったのはスビワですが、最後はエキシビションですね。はい、マッチさんお願いします。エキシビション、キャラはカバッチさんのチュンディ。さあ、マッチュンリー膝ブロって、これは相談キャンセルよ。ミスが出た。引き上げ、引き上げ、出ない出ない。引き上げコンボミスってはいるものの、富永が取って、さあ、ゲージを止めながら、マッチが投げて、さあ、強しい仕込み保育戦。ラグレス、ラグレスをうまく巻きながら、ただシャラクサ入って分かんなくなった。引き上げ、読み勝った。前だけ1点目 EX 引き上げ、 EX スピニングにも勝てる、 EX スピニングバードキックにも勝てるんですか、あれは。相打ちになる、なるほど、そこから追撃と。 EX スピバとガードジャンプ、ブロジャンプと前だけと上入れっぱにも勝つかもしれないみたいな、かなりいろんな選択肢に勝てる。浅かった。ありがとう。じゃあ、ということで本日のトレー戦はこれにて終了と。どっちが勝ったんだ。あ、 2P 側の勝利ですね。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。